佐藤さんと安岡さんですね。ビッグマジックオープンスタンダード、まあみんな大好き安岡翔太を呼びましょうと、はい、開会式にて TWP の売実に関してアナウンスをさせていただきましたが申し訳ございません。公式サイトにて掲載されております通り TWP は1倍が正しい数字になります。20やんね、フィーチャー。まあ、そりゃそうでしょ。はい、サクッとまあ2勝している安岡さんに。なんか普通にバントっぽいんだけど。見えますか、そこが。重くそバントやで。重くそバント？うん、重くそバント。長州兵ドロコマンって見えたよ。重くそバントって何か謎のアキタイプみたいな。そっからゾンビが出てこないでしょ、なんもなんでもね。ちょっとこっちは。あー見えへんかった。なんか赤かったような気がしたけど気のせいかな。そう、黒田さん長州兵好きすぎですよね。そう、一生長州兵って言ってるでしょ。あ、長母兵、長母兵。あ、また間違えてる。しゃあないしゃあない、ワイがフォローしてあげよう。長母が正しいのね。母が正しい。あ、逆で覚えたからさっき。それでや、逆で覚えてたんですか。僕よ、ね、横で長母兵ですよって。クルーターやから長母兵ね。そうそうそう、ご準備はよろしいでしょうか。長州兵をもっとこう見て、こうやって見て覚えます。はいはいはい、現物を見て覚えよう。オッケー。いや、正しい方を間違えて覚えてるから、それは間違えて言うわ。長州兵は一応あいつしかいないですね。長州兵っていう感じは嫌やね、それ。ちょっとやめてほしいね、それ。あれ以上にスーパーになられてもね、何もいいことはないですよ、これ。PWP なんぼなんねんって話ですよ。フレンズウォーターポイント宇宙一だったな。佐藤さん、カエルが見えたっぽいねんけどな、ちゃうかな、ギトラコモンスターだったような気がすんねんけど。ってことはまた同じかもしれへんね。またエスパー対、エスパーじゃん、アスルタ対バントの可能性が。ジャンドという期待もありますが。淡い期待も持ちつつね。ジャンドありやと思うよ、でも今。ジャンドおもろそうっすね。軽い除去多いし。黒田さんの言うところ の, その赤い軽い除去と。そうそうそう、闇住まいと。うん。骨太な緑の。みたいなあっても面白いけど。まあ、ジャンドやったら緑のカードとして、森の大現象使いますし、うん、って言ってて全然違う色やったら面白いけどね、これ。可能性もね。あの見えたのは何やったの？あくまでチラッと。さあ、今僕らの前はリュウジが弁当を持って歩いてるんですけど、はい、トラウマがなんか蘇りますね、はい、勝手に食べるっていうね。弁当二国異事件を思い出しますが、さあ、ほらエルドラージっぽいでしょ。ほさあ、マリガンをされたようなので二人ともマリガンで、はい、佐藤さんはそのまま上っぽいですね。はい、違ってます。はい。で、安岡さんがタップインスタート。沼が光ってますね。さあ、安岡さんは、お珍しい。首絞め。飛行を止めれるのは確かに強いのかな。さあ、佐藤さんは沼スタート。安岡さん、ここは首絞めでアタック。2マナ22で手札を1枚捨てると、プラス1プラス1修正をエンドまで入れる。到達持ちの蛇ですね。作り変えるも の, るものこれは地べたとしては優秀。面白くなってきた。しかしまあ反射されますが、さあ雑種剣が蘇ると蛇になるという。そっちから、はい、ここは追跡者から入りましたね。まあ、コントロールの匂いがかなり強いので、うん、ここは1枚でも確実にアドバンテージを得て。なるほど。さあ、追跡者から2つ手がかりを得てエンドですね。首絞めはなかなか面白いな。佐藤さんはさあ、ここでこれでも現出、おお、現出いきますか。4マナ揃いましたね、確かに。黒黒があり手の4マナ。意識曲げ、はい、膨らんだ意識曲げの可能性もありましたが、まずは確実にアドバンテージを潰す、はい、闇の掌握で追跡者を潰しました。何やと、これハマチが俺らの飯を食べてたで。早くのええよもう。ハマチガリガリやし太ったええよ。まあ確かにカリコリってよく言われてたんで。さあ、安岡さんは3マナで追跡者を代わり、さらにセットからのエンド。手札破壊されてもね、追加を補充できるので、そうですね、やっぱり偉いです。
すごいね、作り変えるもの1枚でこんなにビタッと止まるとは。ぜひ、皆様、さあここはプライスですね、はい、はい、究極の価格で追跡者を除去、皆様のご参加お待ちしております。さらに3マナー、はい、地下墓地の選別者、ミドクロエルドラージですか。これイワシをちょっとテンション上がるんちゃう。テンション上がりますよ相当。カードゲームに必要なスリーブ収納ケース、そしてここで作り替えるものがアタックに来ました。ご出展いただいております。ブースの方では実際に新しいスリーブに触れていただいて、実践的に触れていただくことが可能となります。佐藤さんここで首絞めでアタック。実際の商品に関しましてはビッグマジックのブースで、これは佐藤さんスルーして2点が入って残り16対17ですか。はい、こちらのアンサ様のスリーブは全スリーブが国内生産高品質、お値段もリーズナブルとコストパフォーマンスを追求したものとなっております。ぜひ、皆様、はい、そしてお待ちしております。今らで手がかりを生贄に捧げてワンドロー。からの、はい、続きましてミニオンアーサー PCC のご紹介をさせていただきます。はい、今らで帳簿兵ですね。今申し上げましたタイトルの無料体験会を実施中でございます。戦場に出してターンエンド、何もお持ちでなくても手ぶらで気軽にご参加いただけ、無料で参加いただけるものとなっております。無料体験会にご参加いただきますとプロモーションカードおよびクリアファイルを実施中です。聴取兵じゃないよ、聴取兵だね。限りがございますので、皆様ふるってご参加お待ちしております。佐藤さんのこの2体のアタックを安岡さんは両方スルーして5点受けました、はい、これで現出かな、からの、はい、4マナで現出ですね。さあまずは誘発は意識曲げから入りたいと。すごいな、4以上と3以下ですよね、はい、さあ首曲げ、泥もかの命令、反射魔導士、はい、続きましてボスオブユー様、安岡さんのクリーチャーは、首締めですね。首締めと白ボミの超模型2マナ2で、首締めの方が手札を捨てるとターン終了までプラス1修正を受ける到達持ちのヘビー。もう一体のクリーチャーは、3マナ払うとライブリトップ3枚見てクリーチャーカードが当たって手札に入れるってクリーチャーです。カエルが手に入った、カエルが手に入った、イベントデッキ、体験デッキに入っている、イラストを手掛けているアーティストの方もご来場いただいておりまして、草薙長円先生、松里川陽子先生が実際に来られております。あのゴーゴーがサイズとしてもでかいな、やっぱり体験デッキの中に入っているカードに実際にサインしていただくことが可能となっております。首締めやと思ってますか、首曲げ、ハンドブックが、黒さんどっかやった、いや、ダイアン、なんでカンペどこ、カンペ、カンペないと困るよ、カンペ最後さ、カンペなくなったよ、おじいちゃんやで最後、こちらの方ではカンペどこ行ったん、カンペ、お前カンペどこ行ったん、あったやんおじいちゃん、とどこ隠してたんや、大きいパンフレットの下に隠れてました。首締め、首締め、首締めです、ね、締めでやってるよね。さあ安岡さんは無視の霊魂を戦場に出しました。こちらの方では本日はガンガンクロスウォーの体験会を行っております。カエルちゃん、こちらの方ではまず無料で、強い流れ、ギトラグの怪物と森の大現象、このギトラグの怪物、今戦場にね、出来物寺院があるので、はい、毎ターンランド生贄に捧げてドローして、そのランドが帰ってくるっていうことができますね。しかしここでヤソが長歩兵で反射魔導士、ドローで反射魔導士、おお、ダブル反射、では最後のご紹介、ご紹介となります。ウィザーズ・オブ・ザ・クロスト様のご紹介、1体は間違いないでしょ、世界最後のマジック・ザ・ギャザリングを出していただいております。もう1体もいった、こちらのなんじゃこりゃ、ターンエンドで呼べないんでしょこれ、次呼べないですね、怒りますせ、ほんま、ウィザーズ・オブ・ザ・クロスト特製プレイマット、プロモカード、特製ファイル、ビギナーズガイド、ビギナーズガイドなど、さまざまな数多くの、プレゼントが、反射魔導士で全て反射しまくり。さあそしてここで
長母兵が変身しました、はい、変身すると2マナ33で全てのクリーチャーが1マナ軽くなります。もう一回ひっくり返ってほしいよね。これアドバンテージおかわりタイムしたいところですよね、うん、さあドロモカの命令で、おや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 大原者をそんな倒し方あかんよ、ずるいよこれ。大原者5、6にして格闘、なんじゃそりゃ、すごいなこれ。錦巻が死んだ、死亡したので、近持ちの選別者で戦術しましたがボトムに送り、はい、で全員でアタック。これはひどい。これはね、ここは、ウエストベールの修道院で1点を失いつつ白黒11トークン出しました。でブロック宣言、6点これで、はい、反射魔導士を一体落としに行くブロックですね。しかしまだ手にね、ドロモカコマンドがあるのでね。開催イベントのお知らせです。これはドガーンが飛び出すか、黒田さんの会場中央マジックザギャザリングの受付では8時イベントの受付を行っております。はい、安田さんが一定を受けながら食らってぐちゃぐちゃぐちゃと、これでスタッフ佐藤さんのライフが増えたので安岡さんのライフを減らしてください。現在ブースタードラフに1名、スタンダードに4名、モダンに1名、レガシーに2名と集まりいただいております。8名集まればすぐに開催可能となっておりますので皆様ふるってご参加お待ちしております。はい、そして、はい、これまあ水滅で逃れようもないという。何点抜けすかこれ、まあ、もう関係なく通りますよね。もう反射に舞いがひどすぎるもうほんま見てらんねえ反射に舞い見てらんねえてかバント強えなっていう、はい、安岡さんがバントカンパニーを使ってるっていうのはなかなかいけませんね。珍しい図ですがプロツアーへ向けてねバントカンパニー攻略法を学びにバントを回しに来た可能性も、はい、こんなに強かったら使うよそら反射魔導士をね2連打で佐藤さんの場面もすごかったんですけどね、はい、物ともせずに。さあ安岡さんバントカンパニーが1本選手、佐藤さんは見どころ現出エルドラージ現出で膨らんだ意識紛れを出したりもしたのですが、まあ、あそこで2枚落とせへんかったからね。1枚でしたね。安かったのもあるけど、うん、確かに反射1枚落としたにもかかわらずあと2枚いかれるっていうひどいことが起きました。恐ろしいな今の動きは。今のスタンの象徴的な感じがしますよね、はい、強すぎるわさすがはね電動プラチナ両方持ってる、はい、プルプレイヤーの時ありますよ安岡さん。ここでちょっとヤスのホストの画像とか出してほしいなあのワイングラスみたいなチーンってやってるんですよね。ワイングラスチーンってやってるのホーム見つけてくれるかないやいいのかな、これ他のお仕事の他の製品のものやからそれは出すのはあかんわ。あれはあかんか、それはしっかりと権利が存在してる画像やから あれはダメ、あれはやめよう、うん、いつもあのあれ恐ろしく書かれた藤健さんとか出してるけどあれは出してるけどあっちはあかんわ。あれはダメですか、すまんなそうそう大井さんも映ってたそう開催させていただきます。あれはあかん、そう、おのおの探してくださいご挨拶いただきたいと思います。はい、今日ね、こちらの会場に来ている皆様、こんにちは、バンガードの吉ドクター王です。今日ですね、バンガードの、ブースの周りでですね、中央ですね、こちらの方で、ファイトイベントやっぱあの画像みんな結構知ってるっすね知ってるよ、それはもうインパクト強すぎたもん。またお集まりいただければと思います。最新のネクスタンってますので、ぜひご覧ください。どうもよろしくお願いいたします。結構ノリのいい方ですからね。確かにウィクロスここにね会場に来てくれてるから皆様フルテム参加お待ちしております。画像許可取りに行く直談判はい、今日は BMO スタンダードをお届けしております。
現在お届けしている試合は安岡さんと佐藤さんのフィーチャーマッチ第3回戦、早くも3回戦ですね。ですね。なんかもう3回戦かって感じもするんですけど。いやでもまだね、まだまだ遥か遠いですよね。全然もう麓にすら行ってない今日のこのイベントの放送の。私もこの12時の段階で稼働時間8時間に達してるので割とね、もうくちゃくちゃになりそうな感じなんですけど。大変です。まあまあまあ、みんなにね楽しんでもらうためには身を削るのがお仕事。しゃあないね。今日は、9回戦を戦った後に決勝ラウンド3回戦を時間が許す限りやるっていう感じで。とんでもないな。さっきもなんかね、22時にやってるラウンドが最後ですとかわけのわからんこと言われてねなどういうこと宇宙の言葉っすね。そう、何を言ってるのかわからないんだけど。さあ安岡さん、使用してる時はバント、まあカンパニーがねコメントで入ってないんじゃないかと思いましたけど、まあ入ってますよね。入ってる、絶対入ってる。絶対あんなパワーカード入れないってことはないと思うので、はい、バントカンパニー引かなくても買っちゃったっていうだけです。はい、持ってます。持ってますね。はい、佐藤さんの、見どころ現出ですね。エルドラージの能力を生かした佐藤さんのデッキと、しかし佐藤さんマリーガン、環境最強デッキとも言われるバントカンパニーの対決。今日はずっとおるよ、最後までいます。明日はちょっとあれやけど。明日は ね、ちょっと月曜日仕事が、ね、支障が出るのでね。しかも翌週のことを考えると、うん、シドニーやりますから ね、 ね。オーストラリアは何回かあるんですか。初ね、南半球初めて。楽しみですね、うん、僕も初オーストラリアなんで。誰が組やねん、まあ、組の会話はオーストラリアであると思うそれもおかしいやろ。こんなもんのワフィアやんか。こんなとこ気軽に呼ばれへんシドニーは我々は解説実況解説ですね。解説です。来週の金土日みんな見てね、シドニー支部。さあマリガの佐藤さんが戦術でトップに置いてエンド、安岡さんが青ミドランドをタップイン、佐藤さんが二回一三回一、あれ二回一三回一ですね、うん、はい。で首締めに対して2枚とも切りました。はい、一応ね、まあ、夏休み的なところに被ってるので、まあまあまあ、はい、いろいろとお家の方は大丈夫です。そう、大会に出るのかどうと思ったって言われてますから。もう黒田さん出れるんやったら出たいよ。そらね、そろそろ出てよ。 PPTQ でさえ7回落ちてるからね今ほんま厳しいわあれ。いや優勝せなあかんのにしんどいなやっぱ。親友元気かいな。親友元気ね。元気元気。親友は時間があって説明するか。はい。安岡さん首締め首締め。新カードがね早くも2枚並んでる。はい、カリタス。はい。ゲトの裏切り者カリタスが出てきました。ハンコンと3、4というサイズのさることながら、クリーチャーが死亡するたびにそれを追放して人間のゾンビを出すという。みんな放送見てくれてる人多いね継続して。これまあ親友コメントはね意味がわからんと思うので。親友くんはお城になれたって僕さ結構聞いてないとわからんよこれね。親友の親が組の人間世の中平和やでここはどうすんのかな。そこさんは大草原の川を置いて、さあ4マナで中隊構えですか。お自体の命令もあるんですか、ね。まあ、知らん顔して先に殴ると、うん、ふいーっと。ああそうか、首絞めでクリーチャー捨ててもお自体の命令釣ってこれるんですね。2マナ以下だったらそういう微妙なシナジーとかもできるんだな。あー確かに面白いですね。まあ、打点高いからね、うん、序盤後手で出しても相手のクリーチャービタッと止まるし。確かに、うん、いいのかもしれません。ここでカンパニーブロックに対してここでカンパニーを上から6枚
さ、あこれ渋い、特にあのアタックブロックに対しての回答ではないです。ここで反射窓紙とかがねペロンと出てくると、うん、違うねんけど地獄絵図になるんですが、これはモカリタスを殺すしかないな。はい、ここは長歩兵と大元社、まあ、十分これでもねクリーチャー2体出て強いんですけども、はい、さあカリタスを潰しに行くために手札を2枚、お姉ちゃんの方はあんま面白いもんないよねなるほど、誠にいい子なのでそっちはね、はい、森の大元社とランドを捨てましたね。4-4になった首絞めが、はい、多数のブロックの中でカリタスと相打ち、はい、でもちょっとこれは息切れかもね。なるほど、ちょっと、まあ、美味しくはなかったですね、うん、やっぱりカリタスがそれだけ、ね、脅威やということです。うん、いい頃に残念がってる変なお父さんやから残念ちゃうよ、別に残念ちゃうよご来場の皆様にお知らせいたします。メッタマの手荷物、こちらはここで森を持ってきておりますので皆様ご自身で管理し盗難が起きないよう自己管理をお願いいたします。特にプレイ中、対戦中は盗難が起きやすい時間帯です。はい、森を持ってきて足引っ掛けをして盗まれないよう自己管理をお願いいたします。ダイスで長歩兵の長歩兵を落とす、はい、荷物の預け入れサービスも行っておりますのでぜひご利用くださいませ。さらに、はい、大元社が追加され安岡さんはこれでターン終了、はい、ちょっとここでもっぺんカリタスかな、さっきの感じだと、はい、はい、おかわりカリタスですね。いや、そう、ここでカンパニーを引きつけるというこの強さ、やっぱりランドもね、6枚に伸びつつはい、フルアートのカードなんぞ、フルアートって一番下かな、荒れ地の話、荒れ地ちゃいますかね、荒れ地かな、荒れ地以外にフルアートっぽいのが見えない、ね、多分進化する未開地から無色マナ持ってこれるように荒れ地なのかなってですね。エルドラージが結構入ってるからですね、うん、さあこの森の大元社のアタックに対して佐藤さんは総動員ですかね。ここでカンパニーがどうなるかで、うん、デジャブで反射反射とめくれるに1票反射反射1票、反射反射1票、反射反射だったらもう佐藤さんグニャーでしょ、いわゆる無視の霊魂とかでもいいけど、あ、無視の霊魂も強いな、確かに1本目でね入ってる、あ、でも無視の霊魂カリタスおるからちょっとゾンビは生まれちゃうけど、あ、確かにグニャーグニャー、さあグニャってしまうのか、ヤソがおっと反射1枚、サリア、ジェイス、ジェイスを取るかサリアを取るかってところですね。反射まあジェイスでしょう、そりゃ、はい、ジェイス反射、これだけで十分強いし、もう一回ねおかわりしますからね、ジェイスに生きてたのであれば、はい、この戦闘中にね中隊を使うっていうのはなかなか難しかったりもするんですけども、ね、的確にねプレイングしている安岡さんさすがだと思います。さあ反射魔導士でゾンビトークンを消滅させて、大元社とカリタスが相打ちになる形、大元社が死亡したのでカリタスの、まあ、最後のねイタチッペじゃないですけどもゾンビトークンが一体出てきて、はい、で安岡さんはこれでターンエンドですかね。確かに他のやつバーンするとまたアドバンテージ取られるからね。そうですね、このメンツだとね、うん、でカリタスは戻さずに確実に処理したいってことなので、なるほど、ゾンビトークンを対処すると、さあ大元社は1体残っているのでアタックは通らないですね、はい、アタックはできないですね、うん、苦しそう。安岡さんのハンドが空、
なんですが、そうコメントでもある通り墓地から集合した中隊の次のターンに打てるようになるので、しかしこれトラッカーも土地がないので、土地なしトラッカーはちょっと悲しいな、しょうもない。はい、さあ安岡さんはこのターンドローして、はい、反射魔導士を捨てましたが、ジェイスが変身、はい、ここでまた泥駒を引いてるのがねすごいずるい、うん、泥駒の命令を優先して反射魔導士を捨てるという。さあそして集合者中隊、お、ニッサ・サリア、強っ、なんなんこれ、強っ、クリーチャーが全部タップイン、特殊措置もタップイン、なおかつ森を持ってきて、はい、これを戦場に出してニッサがプレインズウォーカーになって、これはいけません。いやー、オリジンプレインズウォーカー2回並ぶと地獄なんよね。さあそして、ニッサの能力で土地がめくれたのでそのまま戦場に出します。戦場がカチカチになって、ひどいねこれ、これはひどい。悲しい、トークンもタップイン、悲しい。地下墓地の選別者でブロッカー2体用意できるんですけども、これがタップインという悲しさ。ドロッコマが2枚になった、やりたい放題ですな。はい、ここはトラッカーのパワーがマイナス2、ランドがアタックしに行くんですかね、ですね、はい、ランドとサリアも行くみたいですね、うん、まあファストやし、ランドサリア大現車で、はい、はい、すごい勢いで、さ反射魔導士も行くか行かないかってことですけども、行きますか。タイアタック、ここでまあ頑張ってブロックすると 地獄が見えるっていう、地獄が待ってる、これはもう、しかもね1枚見えてるから、はい、その打たれることを想定してブロックして、はいもう1枚っていうのが、うん、これがまたもうえぐい。と言ってね、そうこのランドが5-5ですから、現状スルーするとそれはそれでライフが持たないというか、はい、でもニッサここで、あでも土地あと2枚いるんか、遠いんですよね、佐藤さんがちょっと止まってる部分もあって、さあ辛い戦術が何回かできると思いますけども、な佐藤さんもなぜワールドブレイカーをサイドから入れたんでしょうね。ワールドブレイカーが見えましたか、うん、手に持ってるんやけど、確かになんか特にメキメキってみたいカードもなさそうな感じが見えるんですけども、うん、まあサイドかどうか分かりませんけどね、メインかもしれない、確かに確かにエルドラジデッキですからね、もともと入っててってことは、確かに反射魔導士2枚捨ててるから、1枚捨ててるから、そんな、それやったらめっちゃ強いカード決まってるやんっていう、ハマチ再生中に臭い日よく、ハマチなんか今日なんかめちゃくちゃ言われてる、なんかやられてるね、ネットで、後でまたこんなん聞いたら、大丈夫なん、してませんよって絶対言うやん、こんなえって言って今日もうやばいやつおるやん、ブロックしてやって絶対言うと思う、股間でしょマナー違反では股間、股間自分でついた、自分でついた、ついたアホやアホやで、さあそれはね、もしツイートしてたらね、確かに気泡やわ、あそんなこと言ってる間に戦闘が終わっちゃったよ、はい、辛そうだよ佐藤さん、
さあ近本町選別者2体いる状態での戦術2回からのワールドブレイカー、しかしこれ何がしたいのかよくわからない状態で出てきましたけど、クリーチャー化できるし、確かにさあクリーチャーができるのでもうかん、ねえ、伐採地も狙えないので、うん、その大草原の川って言ったらそこから、はい、マナ出してと、ね、もうこれアウトっぽいですね。首締めにプライチを乗せて格闘すか、首締めプライチからの選別者と大原者格闘で選別者が戦術1、さらに2マナでこのターンおかわり格闘ですか、はい、サリアにカウンター乗せて格闘してちょっとこれもう虐殺の図ですよね、ひどすぎる、これさてジェイスのおかわりでしょ、はい、はい、もうめちゃくちゃですもう参りましたと、はい、いうことでもう作業のように片付けてますけどということでヤソが 2-0 で勝っちゃいました、はい、まあね完璧でしたね、はい、火の打ち所のない鬼のようなプレイング、電動プラ